城北地下道、顔認証機能付き防犯カメラあり、県警中央制御センター的なサーバーに顔写真データが保存されていて、 AI やらなんやら瞬時に画像転送と照合が行われ、ステルスドローンと空飛ぶパトカーが3分以内に駆けつけ救助と身柄確保。そんな未来に広がりそうな警告看板が掲げられている城北地下道。音声は著作権の関係でカットしてありますが、人の出入りを感知して注意喚起のメロディーが流れています。これでもかと非常ベルのボタンが設置され、それがこの地下道の歴史を物語っていると感じてしまうのは気のせいでしょうか。